heard things there, send a prayer to the ones up above. All the hate that you've heard has turned your spirit to a dove. Oh, ooh, your spirit up above. Oh, ooh. はい。おい、早いけよ。いやいやいや、台数の差を見てもらっていいですか。いや、俺の動画は10分までって決めとったやろ。はい、行けよ。じゃあちょっとあっちからもうサクサク行きたいと思いますね。セナに今からこっち全部やらすんで、ね、おい、お前まだやラーメン。おい、あ、ラーメンこっち来い、こっち来い、めっしょよ、お前。ちょっと、並んどこかな。ラーメン終わってから。どれから行く。好きなの。でもあれですね、前回と前回おった車もいっぱいおるなですね。うん、セナこのボクシー色何も、もういや車の色やで、ホイールじゃなくて何も、もう、お、光によって紫。うん、これグレード ZS やからサンルーフもついてるやん。おお、うん、ほうほう、結構希少車やな。へー、なかなか見かけない色ですね。前のバンパーも変わってんで、これ何やった？グレンツェン。お、グレンツェン？グレンツェン。うん、鎧。鎧。正解。3R9、珍しい。俺この色好き。お、レイズさんの。ほんまや、ホイール履いてる。レイズさんの。何だよ、できへん。あ、ちょっと待って、セナ。隣の車もホイール見て。3、2、レイズさんのホイールですね。レイズさん、レイズホイール何台おるか探せや。いや、今日はちょっとジールステッカーを貼ってる車をいろいろと見ていきたいなと。勝手に貼っていったよ。あ、持ってきてないんです。全部貼っていったよ。勝手に何台見つけれるかなっていう。なるほど、これ前見たぞ、記憶あるぞ、セナ。このボクシーホイール見てこい、ホイール、これ見覚えある。俺これ、あ、ちょっと待って、レイズさんです。ネックパッドついとやつじゃん、このボクシー。ついてますね。セナがこの前見つけたやつ。お、早速、うん、この前後ろにオーナーさんおったけど、今回はいないですね、不在です。いないです。あ、あの身長の高い方ですね。うん、うん、うんうん、うん、あれ前回また買いに来てくれるって言っとってんけどな、あれから来てないな。セナ、このホイール見て、ホイール。ん？ホイール？うん。レイズさんです。え、これあれじゃないですか？え？店にもありますよね、このマーク。うん。このマークはなんか覚えてますね。ボージェ。あ、レイズさんのボージェです。いますね、いっぱい。セナ。そこ、あ、あのホイール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 。お、なんや、なんや、なんや。もう廃盤やで、これ。これは、レイズさんのボージェです。ボージェちゃうから、これ。これボージェちゃう。名前なやったかな、忘れたな。コンキスタとかやったかな。あー、ど忘れした。これ結構使ったで、俺このホイール好きやねん。これ走っとる時な、めっちゃキラキラしてかっこいいねん、これ。このあれは私も好きです、デザイン、うん、レイズさんです。あ、この8000番のエスクワイヤーこの前もおったと思う。いましたっけ。うん、これかっこいい、覚えてる。ナンバーもスピードバリ出してオービス光っても大丈夫なナンバーフレームついてるわ。あ、そうなんですか。うん、これ反射板になってるからな。へえ、ナンバー映らんね、これ。まあまあ、でもスピード違反はダメですよ。大丈夫。セナ、この81番後ろ見てきて。81番、あ、これ81番か、なんか、あ、ジル。セナと一緒ぐらいの年の子やで。へえ、うん、ほんまですか。うん、お若いのにすごいですね。うん、一家80って書いてるんですよ、漢字で。80一家。うん、あー、なるほど。はい、見てください。うん、煽るな。皆さん、煽り運転は気をつけましょう。モザイクかけとくわ。あ、あれ、今回の
背のあの怪我してるこの車。怪我してる。怪我してる。あ、大丈夫ですか。大丈夫ですか。俺ら番号119やからな。救急隊やで。あ、そうですね。うん。絆創膏貼ってあるんで大丈夫だと思います。うん、なんかホイール置いてあんで。え、もらっていいんですかね。うん、あのもらなんかフレーク？フレーク？これ。ラメ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 。あかん、影でめっちゃ映らへん。すごっ。うん、キラキラしてる。はい。スタンズ。痛そう。まあ、前回もそんな言ってましたね。うん。お、だいぶ来たで。いや、来ましたけど。全然紹介してないけど、お前。来ましたけど、あっちもあるんで。駆け足やってん。あれ、キューマロールやん、ここも。あ、ここはね、さっき見てたんですけど、JR さんは多分コンプリートだと思うんですよ。ほんまや。さっきちょっと下見したんです。ちょっと覚えてるやん、お前。レイズさんのホイールが、あの、探してるけど、出てこへん。あ、これも前回。お。来ましたね。これエスクワイアに見せかけてのノアやろ。あ、そうでしたね、うん、あのセナの駆け足80紹介終わってもう次70ゾーン入ってるんで。お、パッと目に入った。どれ？727の4眼。すごいですね、なんか、うん、え、世田谷ナンバーやで。世田谷マジで関東ですか。うん、マジで。すごいですね、これ、うん、かわいい。めっちゃ光ってる。ホイールナット尖らせ気味やな、みんな。ねえ、うん、これもこのノアもおったんじゃん、前回なんかいたような。うん、ビューゲル履いてる、ホイール。隣のボクシースムージングしてるやん、ナンバー。あ、ほんまや。エンブレムのとこも、ここほんまネッツのマークつくやん。ここもスムージングしてる。おうおう。これナンバーどこにあるんですかね。ナンバー捨てたやろな。あ、もういらないと。そうそう、あのステーでガシャンってここにこうこれここにガシャンってこうつけれんねん。脱着できるやつ。なるほど。うん、サンルーフもついてる。ほんまだ。ここは何ですか。ちょっと待って、待ってこれ見覚えある。これうちのお客様。え、絶対そう。これは見覚えある。俺何ですか。見覚えあるで。あー、狭くて通れないやつ。通れへん。いっぱいステッカー貼ってますね。これジールのお客様や。絶対間違いないこれ。あ、本当ですか。うん、記憶ある。すごい、これもワンオフやな、テール。マジで通れへん、無理。いやー、すごい。僕はあの自分の作った車、こうパッて見たら分かります。ジールのステッカーはなかったです。マーキングしてるから。マーキング、うん、匂いで分かる。匂いで、うん、いい。なんかグループの人たちなんですね、これ。あ、なんかな。うーん、これナンバーすごい、うん、ボクシーって書いてる。お、ほんとだ。うん、へえ、ボクシーナンバーなんかあるんだ、うん、これちょっと待って。おお、ロジャムさん。後ろはシルクブレイズか、これ。ビンゴー。おお、え、おお、なんで。ええ、なにこれ。なんで。え、いや、記憶ないぞ。僕はあの自分の作った車、こうパッて見たら、ね、分かります。これは記憶ないで俺。え、いや、オーナーさん、違うやろ。オーナーさんいますかね。うん、あ、オーナーさんいました。中古で回ってきたんですよ。あ、それで。え、びっくりした。俺向こうでな、自分が売ったあの車覚えてるからって言ってやっとってこう来て、え、覚えてない。いや、そうや。どこの屋さん住んでるんですか。これは ボルド。あ、ボルドワールドさん。へー、中古で買ってる。あ、そうなんですか。自分で。へえ、すげえ。ありがとうございます。ありがとうございます。すごい、びっくりした。向こうで俺自分の販売したやつは覚えてるからって。早速忘れてました。いや、ちゃうかったやん。だから合ってたやん。まあでもすごい偶然ですね。うん、この前見ましたね。うん、前回。ああ、うお、今日めっちゃ可愛い。鬼軍曹さん、皆さん。この前投票してもらってありがとうございます。ああ、しました。今変わったんですよ。え、変わったんですか。前の廃車になって。え、
事故で、事故で映ります？思いますか？映ります。顔出していいですか？え、前回と違うんですか？そうなんです。え、ちょっと見てください。スノーマルボクシー6代目6代目はい、はい、6代目です。これ前回のじゃないんですか？はい、前回のです。事故で始まりました。で、2週間前に納車されて、へぇー、できました。え、すごいですね。はい、こだわりを、せっかくなんでお願いします。こだわりは、唯一無二のハワイアンバンスタイル。はい、おぉ、あんまり誰もやってない。そうですね、はい、サーフするんすか？雰囲気です。オカサーファーやんけ。雰囲気ない。オカサーファー、雰囲気です。なんか乗ってますもん、うん、でもすごい、めっちゃハワイアンな。前のようにパワーアップしてるんで。こんなん売ってるんすか？70ランクルよっす。え、ランクルよっす。あ、ランクルよ。はい、へえ。え、それをこれ加工してるんすか？いや、無理やりつけました。え、こんなサイズ感合てるんすか？プラドのやつ。へえ。150電気の。そうなんや。やった春人を見て無理やりつけたって書いてあったんで。無理やりつけました。すげえ。すごい。シートもこんなんあんねん。かわいいですね。へー、あ、ハワイアンだからサメもいる。めちゃめちゃサメおるやん。へー、かわいい。ほんまや、なんかハワイアン感が出てますね。あ、ありがとうございます。サーフィン頑張ってください。ありがとうございます。俺めっちゃ、このホイール好きやね。これ、これ。あ、ワークさんですね。うん、これノアのデモか。ほんまこれ履かそうと思ってて。だけどあんまり、まあみんながつけるホイールの方がいいかなと思って。これちょっと高いねやんか。あ、そうなんですか？そう、お高級な、あの黒でここバフ掛けしたみたいになってる。バフ、なんか塗り分けみたいになってます、うん、このホイールめっちゃ好きやね俺。へえ、うん、かっこいい。あのダディさん、あ、はい、オーナーさんおったんで、はい、あのせっかくなんで、はい、こだわりをシンプルな、まあ落ち着いた車にしたい。僕ホイールめっちゃ好きなんですよ。僕ほんまあのデモカーこれつけようと思ってたんですけど、でもお店でちょっとあのみんなあんまり選ばへんやろなと思って。高いじゃないですか。なんでまあ SG2 にしたんですけど、僕めっちゃ好きです。これも自分もまあ一目惚れして。そうです。色はまあめっちゃ迷って、単色よりはちょっと思って。これメッキのところステッカーなんですか、フロント？あ、これあのエングレービングで、これカットでかい。ああ、へえ。まあ本当は後期だけは販売してたんですけど、前期の、はい、これ本当は前期なんですよ。あ、そうなんですね、はい、前期を顔面移植して後期にして。へえ、はい、すごいですね。で、後ろは前期だもんで、プレカットデカールさんに頼んで、はい、はい、あのまあワンオフって言うんですか。うん、あのデザインしてもらってのが貼ってあります。エアロの下にフラップのついでも、はい、すごい手間と時間がすごいかかってますね。あ、ちょっとあの知り合いから安く、はい、へえ、てもらってて、はい、すげえ。前回もいてはりました。僕は今回初めてなんです。あ、本当ですか？今までちょっといろいろ来れなくて。どうですか、あの初めて来た感想は？めっちゃいいですね。ここめっちゃ興奮してます。ラーメン食べました？いや、ラーメンじゃなくてクレープ食べました。あ、クレープ、ラーメン美味しいんで、ぜひ。お前さっきからラーメンばっかりやんけ。せっかくなんで後ろ見させてもらいます。はい、どうぞどうぞ。コートテクトさんのガラス入ってますね。うん、分からんな。デコラインのステッカーも。ここのモデリストの、あ、埋めました。あ、埋めたんですか。はい、へえ。へえ。かっこいいですね。かっこいいな。これも細かい。うん。こういう作業俺一番嫌いやから。何でもつけたがるおじさんなんで。笑、なんで笑ったの。いや。笑ったあかんとこやね。はい。優しい。優しいオーナーさんでよかったな。俺やったらもう。どぶいどったい。まあ今日はあの一日楽しんでいってください。はい、すみません、ありがとうございます。やっとちょっとラーメンに近づいてきました。お前、あ、25分回ってんで、これ25分、やばいですよ。頑張ったな。はい、あ、これ何でしたっけ。グラインダータトゥー。グラインダートゥー、はい、分かるかな。あ、こっちからよう分かる。はい、
お、なんか何ですかこれ、インタークーラー。へえ、なるほど。気づくか気づくか気づくか。はい、あ、何もないです、うん、緑で、はい、緑。ジェルですね、これ。え？お、お？ジェルです。ジル。ジルです。ジル。そう。うん。あれ？こう。大丈夫やで、あのこのフォグランプの周り、俺塗ってるからこの車。ここですか？横と後ろの野郎、俺が作ってるからこれ。作った。あら、え、こんなん置いてましたっけ？これエアサスのリモコン俺作ってん。すごっ。うん、なんかジール愛が感じられました。こうもつけてるんですね。アバンティ。うん、オーナーさんはいてはりませんね。オーナーさんはいてはりません。これ TRD さんのエアロ、マットブラックのとこ黒にして。モデリスタのリアウィングもここツヤありの黒。ここも、うん、ここまでジール。そうやねん。これほんでクリア上からいってるから剥がせへんねん。剥がしたくても剥がせんようにしてんねん。やっちゃってます。やっちゃってんねん。え、ちょ待って、このミラー軽トラみたいな。あー、これ前回いてはりましたね。え、マジで。え、いなかったっけ。見ませんでした、この感じの。あ、おったかも。ミラーがすげえ。こんなんつけれんねんな。かわいいですね。見えるんかな。こんなんつけれんねん。すげえ、見やすそうやな。ほんですごいな、マニアックな人。マジマニアック。やっと回ってきました。ちょっともう 足やばい、足やばい俺。とりあえずあのデモカーの前に戻りましょう。いやでもなんか前回より台数少なかったんで、うん、まださっと回れましたね。あ、ちょ、邪魔やん。デモカー映してんねん。すいません。はい、疲れました、セナさん。私もです。全部回ってきました。はい、今回後編やったんですけど、うん、ちょっと今日はセナの方が頑張ったな。ほんまですか。でもあんまりちょっと紹介という紹介はもう店長がやってくれた。いやでもオーナーさんが喋ってくれたりして助けられたの。今回すごい喋りかけてくださってめっちゃ嬉しかったです。うん、助けられたな。ね、いつもちょっと仕事してる感出とったもんな、おかげで。はい、うん、いや決して遊びに来てるわけじゃないです、仕事で来てるんで。え、俺ラーメン食べに来ただけやねんけど。私も。はい、皆さん、はい、どうでしたか。もう歩き疲れました。あ、でもなんか前回いましてちょっといかつくなってる車とかが多かったんでね、うん、やっぱ見応えは。あのハワイはびっくりした。ハワイアン6代目ですけど何かやってました、うん、めっちゃ気さくなオーナーさんでね、うん、よかったよかった、うん、皆さんありがとうございます。ありがとうございました、はい、まあ今昼ちょうど昼ぐらいやから、はい、じゃあもう早速ラーメン食べたいんで、はい、行こうか。この辺で終わりたいと思います、はい、チャンネル登録高評価よろしくお願いします。今回は以上で終わりたいと思います。ありがとうございます。味噌バターできてます。はい。来ました、またラーメン。やっと前回と一緒で。何これ味違うん。醤油と豚骨ですね。でも早速いただきます。醤油からいただきます。ね、撮影終わりに食べるラーメンっていうのがまた別格なんでしょうね。すすりたいと思います。いただきます。どうですか。これこれ頑張った甲斐ある。はい、うん、それ何ラーメン。醤油。そうです。うん、どうですか。なんでこう外で食べるラーメンとカップラーメンとかで美味しいんですか。バカ自体やから。バタバタ。こちらは豚骨。はい、どうぞ。いただきます。朝なんかおにぎりも買ってました。あ、豚骨美味しい。美味しい。じゃあ店長食べましょう。はい。
ごちそうさまでした。そうですね。